え皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川ゆきです、えー。今回は、あ,ひあの、川端さんをゲストにお招きしております。むむみやさん、よろしくお願いします。紹介してください。はい、はい。本日は、学級者社長の川端慎一さんにお越しいただいています。川端さんは国内外で学習塾、エナーなどを展開する学級者創業社長で、元一橋大学の客員教授でいらっしゃいます。 本日はよろしくお願いいたします。お願いします。えー、よろしくお願いします。ます今日はあの、企業塾っていうことで、はい、シリーズで聞いてきてるんですけど、はい、今日は4回目です。はい、えー、それで、うん、いくつか具体的に聞いていきたいんですけれども、はい、この会社を立ち上げて軌道に乗るまでの間ですね、はい、例えばあの、相談相手、はい。えー、あるいは銀行とか金融機関との付き合い、はい。はい、こういうのはどういうふうに考えたらいいものですか そうですね。相談相手っていうのは、全くなかったですね。うん、私の場合は。はい、私の場合は、だから大学1年生で始めましたから、はい、当然同じ年のですね、はい、その経営者なんていませんし、えー、どこへ相談してってもいいのかもわからないし、はい、そもそも、その、まあ大学1年生ですから、はい、会社に勤めたこともないから、会社ってどういうものかとか、それイメージすらも、よくわからない。えーうん、ただやりたい。 で、自分の調べたことって言いますかね、本で読んだようなことを参考にやり始めただけなんですよ。だから、全くのド素人で始めたっていうことですよね。はい。じゃあ、ちょっと質問の仕方を変えて、今までで一番ここに苦労した、あるいはここは難しかったというところ、そういうことは、のはどういう点ですかそうですね。あの、前回、その人間関係大事だっていうふうなことを言いましたけども、 私がやっぱり苦労したのはそこら辺が分からなかったですね。人間関係うん、19歳の人間にとってですね、うん、相手の気持ちをおんばかるっていうことはやっぱりすごく難しい。あ、難しそうですね。うん、むしろその鼻っ柱をこうやってへしろられたようなことが何回もありましたね。自分がこの人は大事だと思ってる人にですね、うん、ある日突然やめられたり、うん、ある日突然そのお前焼肉はないぐらいのこと言われたりね。 そんなことはありましたよ。それは全部今考えれば、自分が悪かったですね。うん、相手の悪いことは一つもなかったですね。はあ、素晴らしいですね。すね本当にそうですよ。そうなんですか。えー、だってそは19歳でね、人格が投与されててね、うんうん、そら、あのー、社会やキリストみたいな人なんかいないし、ねい。そうそうそう。えー 私は本当に生意気なね、うん、花柱の強い人間でしかなかったと、うん、いうことはすごい思います、ね、それはなあ当時、じゃあ一緒に仕事をされてた方は同年配の人なんですかい,、うん、いやまあ、同年配の人もいたし、うんまあ、私の場合はあの高校の時、あのその統一立川高校っていうところで水泳部だったんですね。うんうん、でこの あの、先輩はちょっと遠慮して、同輩と後輩を、はじめは声かけて手伝ってもらいましたね。うん。なるほど。あの、それと、またちょっと、 角度を変えますけど例えば苦手ななことってあるじゃないですか、はいはい、あ例えばまあまあ私なんかで言えばもう経理とかね税務とかね、うん、うこういうことは一切苦手なんで、うん、私全然何もやらないんですけども人に教える子供に教えることはできても経理は苦手だよっていうこともようなことが川端さんの場合でももしかしたらどっかあるんじゃないかと思うんですけど、うん、こういうういいのはどうやってて克服していくもちろんそれ私も同じで、ええ、そ,のそういうことはすごく苦手っていうか 分からないですそれはもうあの専門家にまあそいすお願いをすると、うん、でも私が大学生の時は、うんまあ、大学生でも卒業する頃には、まあ、正社員にあたる方もね十、うん、何人かはいたんですけども、うんうん、その時なんか例えば生徒が授業料を持ってきたらあの。はい なんていうんですかねあの、昔、あの、毛筆の筆がありますでしょで、あれ竹でできてるから、ここのところは丸くなってるわけですよ。それでこうやって、授業料を払った子にはこうやって反抗してね。これがうちの経理でした。なるほど。だから、それでいいんですよ。そんな難しく考えることはなくて、ええ、まあ、どこ、どんなご商売でも売り上げがあって、そこから、 経費が出てって、残ったのが利益って、うん、それだけの話ですから、うんえー。そんな難しく考えることはないと思います。なるほど。はい。問題は赤字か黒字かそこですから。なるほど。えー、うん。梅宮さんご質問どうあ私はですね、えー、あの、えー、例えば、会社、起業することを鼻から、もう若い時から自覚していて、それある企業に入って勉強するっていう方はもういいと思うんですよ。ハウ、うん、ルー,ツーわかるから。うんうん、でも、 全く違う、サラリーマンだけやっていたけど、うん、40代、50代になってから起業なんてできるかなっていう人に、うん、しかも違う業種だったり、うんうん、その経営者たるもののこともや、初めてな人、うん、そういう人がこれからやるっていう時には、ちょっとあの、うん、勇気が持てるような言葉、アドバイスあったらいただきたいなと思いですけど、うん。いや、本当に、そういう方の方がむしろいいと思うんですね。あの、<ー>前も言いましたけどね、 海にせんね年、山にせんね年みたいな、海船、山船の人は、うまくいかないことが多いんですよ。うん、初めてで、おっかなびっくりの方の方が、非常に、あの、新鮮な驚きとかね、うん、あるいはその、みずみずしい感受性があったりして、うん、うまくいく場合が私は多いと思います。うん、やっぱり、あの、新しいことを始めようということですから、うん そこで、えー、例えば初めてそういう方でしたらね、うん、人にやってもらうときもね、うん、例えば私はよくわからないんで、うん、えー、あなたは専門家だからよろしくお願いしますという言葉がスッと出てくるわけですよ。はいはい。ただ慣れてる人はね、うん、こんなことも知らないのかみたいな言い方したらもうそれで終わっちゃいますから。うん、だからむしろあの、私はそうやって、 えー、新しく始められる方で十分だと思います。私は初めてやるんでよくわからないんですけども、うん、こういうことについて手伝ってくださいってね。うん、それこそ直裁に正直に言うのが、うんうん、まあ、オネスティー・ザ・ベース・ポリシーですよ、うん、それこそ。なるほど。はいうん、その時に、はいあの、よくこのナンバー2ー路線っていうようなことを言われてて、例えばあの、レンタカーの世界でね、えー えー、アメリカのレンタカー会社ハインハイイン、ハインズなんだっけハーツがナンバーツー路線だというようなことが確か言われたと思いますけども、ええええ、真似でもいいんですか、他社のどうですか <laughs> あそうですね、1から10まで真似っていうのはどうかと思いますけども。うん、あのー 先人のやったことを、先輩のやったことをちゃんと学んで、うん、それを活かしてやるっていうのはいいと思いますよ。うん うちの会社も今度は家庭教師キャンプっていうのをやる、やってるんですけどね。うん、あのネイティブキャンプっていう非常に成功してる英会話の、まあネットで英会話になるんですけどもね。ああね。はいはいうん、うちはそのキャンプという普通名詞だけをですね、拝借してきて家庭教師キャンプっていうのをやってるんですけども、例えばそういう形で、他の、まあ、あの、業種でですね、うん、成功してるパターンのいいところを持ってくる。これならいいと思いますよ。 なるほど。ええうん、まあ1から10まで真似したらやっぱりそれはまずいと思いますよ、うんうん。そういう志の低いことじゃ、うん、まあうまくいかないと思います、ね。まあでも今のお話で、と、はい、いうことは多業種であっても自分がやろうとしていることに応用できると。そうです。いうようなことは結構あるんです、うんうん、そうです。うですうん、私なんかももうそのうちの業界の中で、そのまあ、 COS って言うんですけどもね。チェーンオペレーションシステム。はあ、すなわち、今のその外食産業とかコンビニとかスーパーとかいうのは全部そういうシステムでやってるんですけども。うん、で、これはあのー、まあ、一つの論理体系でね。うん、えー、まあ、アメリカのコーネル大学を中心に発達した理論なんですけども、そのチェーンオペレーションの理論を持ってきてうちの業界で、 あのやったということですよね。うん、まあ、そういう形で、その世の中の普遍的な法則みたいなものは。学ぶにしくはないと思いますね。うん、なるほど。はい、あのー、またちょっと違う話ですけど。うん、自分が苦労して、新しい事業を立ち上げたと。うんうん、でも、まあ、いろんな理由があって、まあ、失敗しそうだという時になった時にですね。うんうん、どういうふうに、この撤退。 永遠の決断をするんですか。これまでも、あの、川端さん、確か、前の回で、うんうん、このうちの会社、要するに儲かっていたけど、人に売ってしまうかと思ったっていうようなことがあったっていうふうにおっしゃってましたけど。まあ、それはですね。それはまだ撤退とは違うん。えーあのー つまり自分の人生の中で仕事をしてる自分みたいなのをやめて、別の世界にね、例えば研究者とかね、そういうことを考えた時があったというと、うんうん。あううあ、そうです。それは失敗とは別ですね。えーえー、じゃあ失敗の場合で撤退したこともあるんですかいや、ある仕事を始めて、まあその、我々のその、いろんなことをやってる中でうまくいかなかったものをですね、やめるということはありますよ。 それは必要ですけども、全部をやめると、あるいは自分のやってるビジネスから撤退するって話とはまたちょっと別ですほら、今、ある一つの会社でどっかで事業するとね、高くか高くかって言われて、あんまり関係なさそうな事業分野に進出する例って結構あるじゃないですか。 まあ、ということは裏返して言うとそれが失敗して結局やめるっていう話もあると思うんですけどこういう多角化っていうことについてはどういうふうにお考えになりますいやそれは私は自分はできないですね。うん、できない。私はやってることって教育に関することだけでですね、うん、他ののの分野の進出っていうのは、うん ちょっとお手伝いぐらいしたことはありますけども、うんうん、基本的に自分の会社がそういうことに対して全体重をかけて何かをしたってことは一度もないです。私は教その。 興味と関心と情熱があってやってるんであって、うん、それ以外のことにはないですからね。ああ、情熱。やったって趣味程度になっちゃいます。うん、なるほど。はい。そういうことで、ね。情熱を持って取り組めることっていうのに、本当に邁進するっていうお話だったと思うんですけれども、他がうまくいきそうだから、こうちょろっとやるっていうことは、全然、その川端さんにはやっぱりそれはない話です、ね。そうですね。私の会社は学級者っていう名前の会社ですけども、 この学級者っていう、まあ、作品をですね、うん、まあ、50年かけて作ってきたわけですよ。で、これからもそれをですね、うん、完成させなきゃなるな,、うん、なるほど。うん、だからもう一つの芸術作品を50年かけて作ってるのと同じなんですよ、私にとっては。うん、だから、他のことをやるって発想がそもそも出てこないですよね。 うん、いやというのはね、あのー、最近あの、タピオカってあるじゃないですか。あれがいい例だと思うんだけど、えー、一頃すっごい流行って、ね、街のあちこちにもう、えー、タピオカがもの出まくってた頃ありますよね。はいはい、で、それ私にある、これまた全然関係ない美容師さんに話聞いたんですけど、えー、汗川さん多いでしょタピオカと。えー、あれね、今ね、もうみんな流行ってんだよと。 要するに大した資本をいらなくて、はい、もうすぐ店出せて、うん、それでできるから、結構儲かるらしいから、うん、あーやってる人がすごい多いんだよねって言って、うん、まあでも、そうかなと思ったら、このコロナのせいもあるかもしれないけど、うん、なんか続々とお店が消えていったりしたりするんですね。うん、つまり、まあそうやって、スタートアップはするけども、うん、しばらくすると、さーっと消えていっちゃうっていう、うん、まあこういうこと、ことについては、どういうふうにご覧になってます まあ他にもいいいっぱいそううう例はあると思うんだけど、うん、いや,やっぱりね、タピオカを一生懸命やろうと思ってお始めになって、うん、それで、まあ頑張れたところも中にはあると思うんですよ。でそういうところは、うん、あの今ブームがこうあの非常にこう収縮してますけどもね、うん、これから続いてやっていかれるところも中にはあると思いますよ。うん、ただやっぱり ちょっとこれが良さそうだから、ちょっとお金儲かりそうだから、ちょっとやってみるか、副業で、みたいな形でやると、うまくいかないのは当たり前ですよね。だって、本業で一生懸命人生かけてやってる人もいるのに、副業でちょっとお金出してね、これ倍になれいいな、なんて思ってやったらうまくいかないのは当たり前ですよね。なるほど。その通りですね。やっぱりあの、片手までやってる人の思想を見ます。 感じちゃいますよね。なんかお料理にしてもそうですし、レストランでもそうですし。私なんか本当に行けないんですけども、ごご飯食べに行ってもすぐそういう目で見ちゃうんですね。ああ。だからやっぱりあの皆さんもそうだと思うんですけど、うまくいってる店って何かっていうと、それは店の主人が人生かけてるとこですよ。ああ。なるほど。前からこれやっててずっとこれやってて将来もこれやってこうと。 あるいは息子に継がそうとかねまあそういう店で、まあ、うまくいく初めてうまくいく。 それが、まあ、その、ちょっとうまくいったから他のやつにやらして、自分はちょっと遊びに行ってるとかね。うん、そういうふうになったらですね、店がガタガタになるってのは、これはもう人類の経験法則だと思いますど。<laughs> なるほど。<laughs> でも、もう他の仕事も全部そうですよ。<ー>会社の仕事も同じで、社長がちょっとうまくいったからって、この間お話になったようにね、遊びに行っちゃったと、ハワイ行っちゃって遊んでるなんていうことになると、その会社がうまくいかなくなるのは、これ当然ですよね。うんうん 修行です、ね、何かこう何と、うん、言いますか精神的なというか、うん、そういう面もそこに含まれているのかなっていう、うんうんうん。もちろんその修行の面もあると思いますよ。うん、ただあの自分個人にとってみれば、うん、自分が世の中と勝負をするわけですよね。うん、で黒字だっていうことはですね、うん、勝つってことですよ。 赤字ってことは負けるってことですよ。うん、だから世の中と勝負して勝ったら誰だって嬉しいじゃないですか。うん、自己実現がそこで図れるわけですから。うんうん、そういう意味では創業というのは、 とってもロマンがあることだと思いますなるほどね、えーあ。いや、いろんな話をお,お伺いしてきたんですけど、えー、まあ私がつくづくやっぱ思ったのはですね、はい、僕らの私のような仕事のね、業界の話で言うと、うん、まあこれはもう今から10年、20年ぐらい前の話ですけども、うん、例えば、新聞記者、私もかつて新聞記者だった、うん、新聞記者の世界っていうのは、うん、週刊誌みたいなのをすごい馬鹿にしてたんですよ。うんうん たかが週刊誌って言って。で、要するに新聞記者から見ると、あんな週刊誌の記事はいい加減で、俺だってすぐ書けると。ね、あの、大した話は何も書いてないと言って、上から目線で、よく冷やかしたもんですよ。で、実は私も週刊誌とかあの月刊誌の世界で仕事をしたことあるんですけど、その時に思ったのは全く違っていて、週刊誌や月刊誌の世界、 から新聞記者の仕事を見るとあんな人たちにね、あの毎週毎週毎月毎月買ってもらうような記事が書けるわけがないと実はみんな思ってるわけどういう見方なんですかあ,あんな人たちつまり要するに記者グラブでひっくり返ってね,ね<ー>、えー ちょっと片手間にこれは残りの話余りものの話を週刊誌に書けばまあそれで記事ができちゃうよなっていう風に新聞記者は大変みんなそう思ってるわけ大概ところが実際にその世界行ってみるととんでもなくてやっぱりその,その週刊誌の一本の記事にしても全身全霊をかけて書かないととてもじゃないけど使い物にはならないんですよ本当の話はでそれは編集者はすぐ分かってしまうわけ わかってしまうわけ。で、私はまあそういうことを経験しながら、むしろそっちの方が、要するに新聞記者なんて給料ですからね。大した記事書かなくたって毎月給料もらえるわけですよ。ところが週刊誌とか雑誌の世界はもう一本一本が勝負だから。フリーなんですかフリーでやろうと思ったら。 不利でやろうと思ったらまあ社員もいるけどだからその世界で本当に生き延びようと思ったらもうそこに全身全霊かけて書いていかないととてもじゃないけどもたないんですよね。でまあ私がまあ間借りないにもこの世界でまだ飯食ってられるのはやっぱりそういうことがあるよねっていう実はまあ思ってるわけ。つまり本気でやらないとこれは伝わらない読者には伝わらないっていうことですね。 あの、本当に、本当に気持ちいい、そう、そう、その、長さ川さんがそうやっておっしゃることを言えば、うん、私の世界も、小さい小劇場でやる人からしたら、大きい、例えば、コマ劇場で1ヶ月間やるっていうのは、ああまああんななんかこう大、大業な芝居をして、ええ、な、な、なんだかねって、こっちはもっとクリエイティブだわって。ええ、で、そういう大きい劇場でやってる人からしたら、あんな小さいとこで、うん、少人数だけで見てるので回っていて、ああ全く自己満足でしょって。ああで、それからテレビにいる人たちは、あ,あ,あんなにお金になれないの。 やっていいと思うね。だ、はい、ってメジャーじゃないと意味がないっていう。まあ、ビジネスサイド側の意見もあるんですけど。はい、でもやっぱりその本当にこうこあなんかこう。それこそ私たちの役者っていう意味で言えば、うん、話をどれだけ心の中に入れられるかっていうことに、ね、やっぱそこにこう終始すると思っていて、うん、それは演技をする時の。その心構えとか。その、うん、どれだけこう表現するかっていうのに。うん 没頭してるかっていうので、うん、見た側がジャッジできるっていうところは、うん、私はそれは真実であるなと思ってるんですけど、うん、そうじゃなくて、ふわーっと入った人っていうのは、うん、やっぱりふわーっとやめていって、うん、やめざるを得なくなって、淘を出されていったりとかってしていて、うん、あの、まあ、まあ、今回の話で言うと、本当に、いかにこう、志というか、うん、あの、心構えが大事かっていう。心を込めてやるかってことだかな、はい。そこに、そこはすごく大事だなという。うん はい。なんか、いう話を伺いまあ、何の仕事でもそういうことですね。心を込めて。あの、私のところは塾をやってるんですけどもね。やっぱり、今、もうすぐ入試が2月、3月でこう、始まるわけですよ。そうすると、我々の現場ではですね、涙が流れるんですよ。それはだから、やっぱり受かった子は嬉し涙で、それから落ちた子は悔し涙。それを見てる、その保護者様も、き そそそれれれれからその我々教師の方もそれはそれ見てりゃ涙流れますよ、うんうん、でもそういうことが私どもの会社を作ってる涙でできてるってことをよく言うんですけどもね、うんうん、そのくらいやらないと生徒も面白くないし教師も面白くないし、うんうん、そもそも受験っていうものがいいものにならないわけですよね。うんうんうん 中途販売ちょこちょこっとやっといて、うん、ああ、受かった、押した、残念だったな、まあ、しょうがないや、うんうん、ぐらいのことでやってたんじゃ、うん、やっぱりダメなんですね。なるほど。で、それは我々の仕事も同じでしたね。うん、やっぱりとことんって言いますかね。うん、それこそ、あの、あの、昼夜健康でとか、徹夜するとか、そういう意味ではなくて、本気で考えて、 本気でその話し合って、本気でやっていくっていうことがね、私はやっぱり今の世の中は失われてるんじゃないかなと。そういう時に、例えばこれをご覧になって適用業してみようっていう方は、その別世界といいますかね、本当にその人間が人間らしく、頑張る、真剣に物事を取り組むという世界に足を踏み入れることができるんじゃないかなっていうのが、やったものからするとね、 うん、まあその世界の魅力ですよね。なるほど。うん,うんというわけで、えー、このシリーズはまあ四回にわたってかばズさんに企業という話で聞いてきたんですけども、いろいろ伺ってくるともう非常にやっぱりあの何ていうかなまあ人間の核心に触れる部分が出てきたなと思います。<laughs> とってもいい話だったと思います。はい、えー、じゃ今日はこの辺でどうもありがとうございました。ありがとうございました。